はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回はレインボーシックスシージランクマッチで銀行人質野良でやっていこう。放送では時々ランクマッチやってたけど、動画では初めてか。じゃあ最近パルスが弱体化したりしたらしいけど、ルーク、ミュートにしよう。いや、どうしよう、どっち、ルークにしよう。さて、甘よ。ね、ここは防御側最も守りやすい場所だからね。失敗するわけにはいかない。で、味方がサインしてったから。分かったよ。こっち。ほんとね、アップデート後にパルスを使ってみたけど、以前よりかなり、その、引っかかる、レーダーに引っかかる位置が短くなったから、まあ結構弱体化をしたから、それでも強いけど。なんかドローンの音したな、今。上がいた。あ、ドローン。ドローン。ここにいようか。こっちはルークだからな。仲間が上、そっから見てんのか。お、ナイス。まだいるだろうな。いないか、仲間に任せて大丈夫か、上見てんなら。あ、やられちゃった。よし、アッシュがいた。ナイス。戻ろう。そっちか。任せた。上開けられた仲間か。一回ガレージから来てるのか。あ、スポットされてるな。来るか。っていうか人質部屋に今誰もいない。大丈夫か。ナイス。こっちか。こっち行こう。リロード。15 seconds.
ナイス、ちょっと危なかった。よし、まずはここ守ったぞ。これほんと攻める側だとここほんとね、苦難なんだよな。さて、攻撃。じゃあ、ブラックビアードにしよう。から、まあ多分地下だからここ。さて、まあ地下と考えていいと思うんだけど。あ、地下だね。ああ、壊された。フロスト、パルス、ルーク、ドク。まあもうみんなスポットしなくてもきっとわかるような場所。Insertion in 5 seconds.よし。Activating drone. あれ、他にも誰も来てないんだ、ここ。ああ、パールスさんですか。ちょっと下がった位置でドローンやったら撃つんでしょう。あ、いなくなった。あー、上空いてるのか。だけど仲間も上入ってるな。行こう。包帯4。ガタナイス。上を警戒したいな。仲間いるか？大丈夫か？もう普通に仲間入ってるな。行こう。ナイス。あ、早すぎる。なんと早い。味方仕事が早い。あ、そっちから行ってた。さあ、ストレートでいけるか。防衛長い時ほんと40分ぐらいかかるから。じゃあ次ミュート使おう。ミュートでどこにする。金庫やったから、窓口オフィス。オッケー。さてと、ドローン処理じゃ。ちょっと遠かったかな。大丈夫か。あと、ここに置くか。いや、待てよ。今日補強されてるところを。多分場所はバレたから。設置と、こっち補強しよう。これもないな、材料。仲間一人やられた。もしかしてリスキルいった仲間。
ロビーにいない。ん？おお、反対側来てるな。あ、ここ開いてんのか。ん？あ、違う。下がろう。こっちはあくまで守りだから。人質は発見された。お、尋問した。敵が引いてってるか。あ、引いてったな、きっと。あ、でもやられてるぞ。あっぶなーい。よし、そっちから来たか。そっち空いてたか。ダメージ30。おー、ナイス。ってことは、あとあっちか。ナイス、これは素晴らしい。一気にストレートでいけるな。ブラックビアードのあのシールドはショットガン2発で壊れるんだっけな。ショットガン相手はちょっと厳しい。じゃあ誰使おう。サッチャー。 Need to find the hostage。 同じとこかな。あ、待てよ、敵地下。あ、そっか、敵地下成功してないから。そっか、地下か。あ、ブラックビアードにすればよかった。バンディット。 Hostage located。 OK、これこの辺に置いとくか。バレるかな。意外とバレないと思ったけど。あ、バレない。よし、じゃあテルミットについていこう。監視カメラ壊した。壊してない。あ、この辺はいないと思うんだけど。いないね。お、そこ入ってくか、テルミット。ナイス。さて、テルミットについていくか。どっかこの辺開けれそうなとこあったっけな。ないか。かなりアグレッシブだけど。フロストがいたんだけどな。俺
る。地下から上がってきてる可能性は。大丈夫。仲間も地下に入ったか。見えない。これでも暗い。ちょっと足が見えた。どっかこの辺開けるとかあったっけ。ない。43。ドローン出そう。ドローンスピンディングオープン。フロスト1名。バンディットもいる。降りよう。よし、ナイス、ストレートだ。失笑おり。本来こんなスラスラ行くわけがないけど、ランクマッチ、まあ短いこともあればめちゃくちゃ長いこともある。今後の動画ではもっとどんどんランクマッチ挑戦していこう。現在ゴールド1、シーズン3で今ゴールド1で、シーズン変わったらまた変わっちゃうけど、もうちょっと上のランク目指していこう。今回はこんなところで。ご視聴ありがとうございました。